台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね MRT 南京風神南京復興駅の2番出口から徒歩5分ぐらいですかね、久しぶりの視聴者さん参加型 Vlog、 台湾人は居酒屋で何を食べるのということで、超有名な台湾居酒屋に行きたいと思います。さあ、というわけで今日は皆さん久しぶりのね視聴者さん参加型 Vlog なんですけども、なんとね20歳のね女性がね勇気を出してね E メールしてくれたんですよね。インスタグラムの DM 俺全く見ないからね、わざわざ E メールでね送ってきてくれて、田村さえかさんやね、さえかちゃんが来てくれました。わー、よろしく。20歳やんね。そうです、あのゆうなちゃんと同い年やね。うん、日本どっから？で、うん、でも大学は山梨から。茨城出身で大学は山梨 で交換留学で2ヶ月前に台湾に来たばっかりやねんね。 すごいね、よく勇気出して E メールしてきてくれたね、応募してきてくれてありがとうございます。はい、楽しませていただき、はい、よろしくお願いします。今日は、はい、というわけで後ろがね MRT のね南京風神ですね、南京復興駅の2番出口です。茶色のモノレールラインと緑ラインが交差した駅です。じゃあね、今日はこっからね、ここを出たらこっちのねなんか路地の方にね行くんですよね。そして歩いて5分ぐらいですね。じゃあ今日もねお店まで僕と一緒に台湾の街を散歩してる気分になっていただけたらなと思います。じゃあ今日も明るく楽しく元気よくやっていきたいと思います。ちなみにここのね MRT のね南京風神ですね、南京復興駅は台北の中心地台北から3つ離れた駅になるんですけども、まあ、まさにね台湾台北中心地のど真ん中になるんですけども、なんかこうオフィス街のイメージなんですよね。さっきもなんかもうほんと帰宅ラッシュみたいな感じでね、サラリーマンの人とか OL さんの人たちがみんなこうわーって帰ってましたけど、本当にこうなんかオフィス街みたいなイメージなんですよ。でも今から行く居酒屋さんはね日本人観光客にもめちゃくちゃ人気のね居酒屋さんらしいんですよね。僕行ったことないんですよ。居酒屋さん、台湾の居酒屋さんって一人でなかなか行けないじゃないですか。でも今日はねさやかちゃんが来てくれたから一緒にねいろいろ注文したいと思います。はい、でごめんなさい、ここねごめんちょっと喋ってたけど、ここね1個目のこの交差点のこの路地ね、こっちをこの左に曲がっていきます。はい、というわけでごめんなさいね、そこからそこ駅ぐるっと来て ここねここの1個目のこっちの路地を歩いていきます。さあ皆さん、ここはね MRT のね南京風神ですね、南京復興駅付近の街並みです。なんかこうちょっとこう路地に入ったからね、こう住宅街みたいな感じになってますけども、本来なんかすごいこうオフィス街みたいな感じでね、まあ、日系の企業とかもねたくさんこの辺にね入ってるってこう聞いたことがあります。そして今から行くところの居酒屋さんなんですけども、あの台北でね一番小さい夜市ってなってて、リャオニンジエイエスっていうのかな、ちょっと遼寧街夜市なんかちょっとよくわかんないけど、まあとにかくね一番小さい夜市の中に今から行く居酒屋さんがあります。日本人観光客にも大人気です。さあ、というわけでさやかちゃんすごいね、今日はあのみんな見てほら T シャツ着てないやろ一応持ってきたんやけど、さやかちゃんにあの着るって聞いたら今日は着ない方向でって言われたのでちょっと恥ずかしかったです。ここのカバンの中にあの入れてもらっております。あのはい、なんでまたねそんなあの応募してきてくれたの、めっちゃ勇気いったでしょ。だってうちの視聴者の20歳の子とかいないよほとんどね。あ、車来た、はい、た私もここ、うん、今こんな風になってるのが、うん、あのびっくりしてるくらいなんですけど、うんうんうん、でもやっぱり日本にいる時はゾロさんのことは何もちょっと申し訳なかったんですけど、うん、存じ上げてなくて、うん、でも台湾に来て美味しいものが食べたいって時に、うん、はいはいはい、うん、やっぱりこう日本人がおすすめするものはやっぱり SNS でも有名なところになっちゃって、うん、私はそういうところよりもローカルなところが好きなので、うんうん、ちょっとどうしようかなと思っていろいろ見てたら、たまたま日本人の日本語で書かれてる動画で、うん、あのゾロさんを見つけて、うん、あ、すごいめっちゃ美味しそうと思ってまず見たものが、うん、小籠包屋さんが来た、はい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 、すっごい美味しそうで、うん、ちょっとセンスいいなと思って、おちょっと上から見てたんですけど、センスいいなと思ってそこからこういろいろ見たら、うん、あのゆうなさんの動画で、はいはい、うん、あの視聴者参加型っていうのを見させていただいた時に、うん、
いやこれちょっとやってみたいと思って、うん、その時のこう勢いでこう、うん、バッと応募させていただいたんです。わーすごいね、二十歳にしていぶし銀なところに到達したんやね。ありがとうございます。さあって言ってましたらね、着きました。ここが一応ね台北最小の夜市って言われてる廖仁寺へイエスっていうのかな、廖願い夜市みたいな、なんかちょっとちっちゃな感じのね夜市になってるやろ。来てたことある？ここないです。ないよね。2ヶ月前に来たんやったかな、ね、交換留学でね、はい、今日はちょっと楽しみやね。はい、そしてなんかね、あの日本人観光客にも大人気の台湾式居酒屋の、もう本当にねザ台湾みたいな、ギラギラしてますみたいなね台湾居酒屋がこれです。これさあ、彩香ちゃんついにやってきたよ、台湾式居酒屋。そういえば、さやかちゃんお酒飲めますか？あんまり強くはないです。あんまり強くなかった。ビールとか好き？飲んだことない。台湾ビール飲んだことない。あ、ほんと？あ、じゃあ今日ちょっとだけ飲んでみる？いいですか？全然、だって居酒屋さんやからね。見てそう、後ろめっちゃギラギラしてない？いいですね。何このギラギラって感じじゃない？なんか台湾っぽいよね、台湾っぽいよね。俺もね、ここ来るの初めてやね。ずっと来たいな来たいなって思ったんやけど、一人じゃなかなか来れないやんか。そうだから、さやかちゃんが応募してきてくれて嬉しい。うん、やっぱね、もうこんな二十歳とか若い子がね応募してきてくれたら俺断れないわ、本当に。もうこの勇気をたたえてね、ぜひって感じなんで。じゃあ今から行きましょうか。よし、じゃあ行くよ。二人です。はい、二人です。こんばんは。日本語、日本語いけんのかな。こんにちは。二人です。めっちゃめっちゃ愛想いいな。なになに、写真メニューね、うん、何食べたいですか？あの上で注文してもいいですか？あのメニュー、メニュー中国語メニューだけ。中国メニュー OK、 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 うん、OK、 はい、このそのメニューは炒めるものだけ、はい、うん、海鮮料理はそっちです。わかりました、うん、はい、ありがとうございます、はい、ここでね注文したら多分めっちゃ高くなると思うね、値段がね多分ね。はい、じゃあ行きます。すごいわ、すごいわ、めっちゃ台湾って感じやわ、台湾って感じやね。2階に行きます、2階に行きます。いいですね、まさにこの台湾の、日本では味わえない台湾居酒屋って感じやね。わあ、めっちゃ広いわ、みんな見て。ここで大丈夫です。はい、あ、冷蔵庫後ろ。わかりました、はい、ありがとうございます。さあ、というわけでメニューがやってきましたけども、この四字熟語パラダイスね、何が何かさっぱりわからないよね。何か好きな食べ物はある？肉、海鮮、野菜。海鮮はなかなか台湾で食べる機会がなくって、うんうん、もし良ければ海鮮がいい。なるほど。あの、何だったっけ、嫌いな食べ物とかないの？ないです。あ、何でも食べれるんやね。よっしゃ。じゃあね、牡蠣とか好きですか？あ、好きです。牡蠣好き、はい、よっしゃ。じゃあこの、まずはね、この牡蠣の唐揚げ、オアースって言うんやけど、これの小さいやついくわ。ここ丸つけていけばいいのかな多分ね。あ、私これ食べてみたい。何何、うん、さつまいもの葉っぱ。あ、さつまいもの葉っぱ、うん、私食べたことない。ディグアイエーっていうやつやね。じゃあこのさつまいもの葉っぱね。これ海鮮の中やったら何が好きなの？エビが好き。あ、エビ、よっしゃ。じゃあこのエビ卵いこっか。エビの卵焼きね、これ、え、大丈夫？全然大丈夫。よし、じゃあこれいきましょうか。はい、あと多分ね、このチャオパイって書いてるから看板メニューで、こうアヒルがね、アヒルじゃガチョウか。あ、食べてみたいです。食べたことなくて。多分有名やねんな。これどうやって注文するんだろう。これでいいのかな。これ本当にわからんわ。こうなんか量り売りっぽいんよね。ちょっと聞いてみるわ。あとどうしようかな、ちょっと早いかな。タケノコがね、夏の時期美味しいんやけど、もう出始めたんやけど、ちょっと早いかな。一応ちょっと注文しようか。もしかしたらちょっと早いかもしれないけど、ここちょっとあの普通の居酒屋さんより割と若干ちょい高めやな、値段がね。あとはね、やっぱこう居酒屋さん来たらさ、チャーハン頼むみたいよね。あの美味しい居酒屋は多分チャーハンもうまいと思うから、
このチャーハンにします。はい、これちょっと行ってみるわ。このスワンミャオシェンズロー、多分やで、多分やけど、あのニンニクの芽と豚肉、これ多分ベーコンっぽいよね。なこれいつもね、でもニンニクの芽が出てこないんやけど、ちょっとチャレンジしたい。今回は出てくるかどうか。はい、じゃあこれでいきます。よっしゃ、はい、お願いします。はい、じゃあここにねビールがあるから、ちょっとビールをね自分で取ります。台湾の居酒屋は全部ね自分で取るからね。はい、初めて。よっしゃ、じゃあ一応台湾ビールでおすすめがこの、あ、そうそうそう、18日以内に飲まないとって、これちょっといきましょうか。拝見します、ね、はい、よし、じゃあ行こうか。初めての台湾ビールやで、ね、よっしゃ。さあ、というわけで皆さん、久しぶりのね視聴者さん参加型 Vlog でね、台湾人は居酒屋で何を食べるのということでね、超有名な台湾居酒屋にやってきました。はい、そして今日は20歳の女性がね、サイカちゃんが来てくれてます。初めての台湾ビールね、ちょっと飲んでみる？早速ね、はい、ちょっとすいませんね皆さん。じゃあ初めての台湾ビールです、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。台湾ビールの特徴はあんまり泡立たないです。そして泡立たないビールはあんまり美味しくないイメージがあるんですけども、まだちょっとね、やや泡立つね、まだややね、若干ね。はい、じゃあ乾杯。美味しい？まだ食べてないで。いただきます。全然なんだろう、苦味がないですね。苦味がないそうです。日本で飲んでた缶ビールを飲んだ時にあまりにも苦くて、ちょっとダメかもって思ったんですけど、あ、分かる。缶とビールってこんなに違うんですね。そうやね、女性の方はね、これ飲みやすいと思うと思うよ。だって日本のビールって苦いもんな。アサヒビールとかな、キリンビールとか苦いもんね。すごい嫌そうな感じで。そうなんだ。ビールね、女性でも飲みやすいかもね。まあ、とはいえまだ20歳やから、あまり無理しないように。ありがとうございます。じゃあちょっとね、料理待ちたいと思います。さあ、というわけで料理がねやってきましたわ。もうとんでもないことになったね。もういつもながらね、こんなん絶対全部食べられないので、あのダーパオって言ってね、言えば食べ残し全部台湾これ袋に包んでね、お持ち帰りにしてくれる文化があるんですよ。だから皆さん安心してくださいね。注文いっぱいしてもダーパをして持って帰ったらホテルとかでね食べれるので安心してください。はい、そして注文したこれがね、多分ここのお店の一番の名物のアーローですね。ガチョウ肉ですね。鴨肉みたいに見えるでおなじみのガチョウ肉です、はい、そしてこれがファーダンシャーランってやつですね。あの滑らか卵のエビのやつ。ここのやつエビがなんか結構本格的なねエビやね。なんか小エビとかじゃなくてしっかりしたエビが入っております。はい、そしてこれがオアースって言ってね、牡蠣の唐揚げなんですけど、台湾のね牡蠣の唐揚げうまいんよ。小ぶりなんでね、あの日本の牡蠣と違って結構小ぶりなんでね、外サクサク中もちっとしてて美味しいです。はい、そしてこれがスワンミャオイエンズローやね。ニンニクの芽と塩豚肉の炒めみたいな。でもこれやっぱりね、ニンニクの芽じゃなかった、ただのネギみたいな。やっぱりそうやったね、残念です。はい、そしてこれがあのディーグアイエーって言ってさつまいもの葉っぱやね。はい、ジュウリーの葉っぱって書いてディーグアイエー。これちょっと日本で言うたらモロヘイヤみたいな、ちょっとぬめりがあります。はい、でこれがタケノコですね。台湾の夏場のタケノコってね、みずみずしくてトウモロコシみたいに糖度が高くて甘くて美味しいんですよ。ただ今現在が4月の15日なんでちょっと早いかなって感じはしますけど、ちょっと注文してみました。このカスタードみたいにね甘い台湾マヨネーズで食べるのがこの特徴ですね、台湾のタケノコの。はい、そして最後にチャーハンですね。チャオファンですね。チャーハンです。台湾の居酒屋来たらやっぱチャーハンは食べたいところなんでね、ちょっとなんかベチャっとしてる感じしますけども、はい、
楽しみですね、はい、よっしゃすごいね、めっちゃ来たね。じゃあ食べましょうか。じゃあまずベジファーストでね、このさつまいもの葉っぱからいく。じゃあどうぞ。食べたことないやんって、さやかちゃんね、食べたことないやんって。初めてのさつまいもの葉っぱでいくわ。イエイです。どうぞ。どうかな、どうかな、どうでしょうね。リーグは家でさつまいもの葉っぱやのに、さつまいもの味一切しないもんね。じゃあ僕もちょっといただきます。すごいにぎやかやから声入ってるか心配やな。いただきます。うん、味付けめっちゃいいな。塩加減が抜群で、フライドエタロットがね、めっちゃいい仕事してる。うまい。やっぱこうちょっと値段高いだけあって、味付けもめっちゃうまい、うん、さあじゃあどんどん行こうか。この名物のガチョウ肉行ってみる。生まれて初めての鴨肉にしか見えないってやつね。どうでしょうか。そうやね、そのままどうぞ。あ、もう好きな、もう好きなようにやってくれていいよ。はい、そのままでいきます。さやかちゃんはそのまんまでいきます。歯ごたえがすごい。歯ごたえがすごいんや。お肉なんだけどもちもちしてる。お肉やけどもちもちしてる、うん、へえ。味付けもやっぱりすごくさっぱりしてて食べやすくて美味しいです、ね、うんうん、あ、よかったよかった。じゃあ僕もいただきます。結構割と分厚く切ってくれてるね。楽しみやね。いただきます。うまい。みんなうまい。ここただでもちょっとね、そのまま食べるとガチョウ肉独特のな臭みみたいなね、多少あるかな、うん、でもこれはちょっとビール飲まないと無理やね。うん、塩加減ちょうどいい。ちょびちょびいくから。ああ、最高ですね。ちょっと次はハリ生姜とタレとバジルちょっといくわ。このたっぷりハリ生姜あるのが嬉しいねんな。でこれバジルね、ジョートンターって言います。これも巻いてこれタレつけていただきます。あ、うまー。これはね、白ご飯の方が僕欲しいかな。白ご飯があって食いたくなる、そんな味でした、はい、じゃあ次はこのエビ卵いこうか。これ美味しいと思うよ。どうぞ。エビ大好きのさやかちゃん、どうぞどうぞ。エビからどうぞ。あっさりしてて美味しい。あっさりしてて美味しい。卵もいってみる、はい、卵全然ふわふわですね。おー、卵ふわふわ、とろとろしてて美味しい。よかったよかった。じゃあ僕もちょっといただきます。どうかな。エビ卵本当にいろんなところで注文するからね、美味しいよね、エビ卵はね。じゃあいただきます。うまい。これあれやな、中華料理屋さんのエビ玉やね。これまあ300元はちょっと正直高いかなって思うね、うん、まあ、エビが結構しっかりしたエビやから、だからちょっと値段が高いのかもしれない。普通大体こういうのって小エビなんやけど、めっちゃしっかりしたエビが入ってるから、うん、です。じゃあ次はこの夏場が旬のね、タケノコね、これちょっと行ってみようかな。これは本当に旬のものやからどうかわからないけど、これね、爪楊枝でやらないとね、ツルツル滑るから、これ爪楊枝でどうかして食べてみて。どうかな、ちょっと早い気がするけどね。マヨネーズが日本と違う。そう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 、マヨネーズちょっと日本と違う。初めての台湾のマヨネーズだそうです。うん、味が出てる。味の臭みが全くなくて、うん、すごい美味しいです。
ああ、よかったよかった。あとやっぱりマヨネーズ、確かにおっしゃった通り、甘みがありますね。なんか不思議な感じが、デザートとか。そうそう、カスタードっぽいよね。そうそうそう。もう一個さ、めっちゃたっぷりマヨネーズつけて食べてみて。結構たっぷりつけて、ダバッとつけて。よっしゃ、よっしゃ。デザートですね。デザートやって。すごい。さやかちゃん曰く、台湾の夏のタケノコはデザートですと。いただきました。名言いただきました。じゃあちょっと僕もいただきます。まずこう、何もなしで。うん。やっぱちょっと早いね。こんなもんじゃないねんな。本当の夏、7月、8月とか、めっちゃうまい。そうやね、本当にまだ早い。あとちょっとぬめるがある、ここなぜか知らんけど、ちょっと周りがぬめってしてるね。じゃあ僕もこのカスタードつけてね、カスタードマヨネーズ、うまい。俺ほんまね、皆さんも知ってると思うけど、台湾のマヨネーズってほんまクソ甘いんですよ。で、何につけても合わないんやけど、このタケノコだけは合うんですよね。これ本当にうまいわ。結構ね、たっぷりつけた方がうまい。タケノコ自体はちょっと早いけど、マヨネーズつけて食うたら全然大丈夫。うまい。じゃあ次はオアースですね。牡蠣の唐揚げいきましょうか。牡蠣の唐揚げどうぞ。そうやね、ちょっと漢方薬みたいなね、台湾のやつやと思うわ。ウーシャンファンかな、ちょっとわかんない。漢方薬みたいな、漢方薬塩コショウみたいな。そのままで。あ、どうぞどうぞ。日本で食べたのと全然違うかもしれない。へぇー、奥がある。じゃあこのなんか漢方薬みたいなつけて食べてみて。これ結構好み分かれると思うね、この漢方薬みたいなやつね。僕あんま好きじゃないねんな。あ、美味しい。よかったよかった。よかったですね。じゃあ僕もいただきます。まずそのままね、結構プリプリしてるよね。うまっ。ここの柿結構濃厚やね。今まで食べた柿よりも濃厚かもしれない。あんまり違い分からんねんけど、ここのすごい濃厚やねん。これちょっとじゃあ漢方薬で。漢方薬やな。でも塩味が効いてね、美味しい。慣れたら美味しいと思うんやけど、このスナックも、スナックうまいよ。インドネシアのやつみたい。ナシゴレンの隅っこに挟まってる。美味しいね。牡蠣かなりうまいわ、ここ。牡蠣うまい。ビール一人で飲んでますけども。台湾最高ですね。じゃあ次はこのやっぱりニンニクの芽じゃなかったでおなじみのスワンミャオイエンズローですね。どう見てもネギやんな。青ネギを斜めに切りましたみたいなね。はい、どうぞどうぞ。辛さがちょうどいい。あ、辛いんや。あ、確かに唐辛子入ってるね。ニンニクが効いてるんやね。僕もちょっといただきます。これね、酒のあてにね、すごく良かったと思うんよ。どっかの居酒屋で食べてんな。じゃあいただきます。火くぐってるわ、これ。フライパンで炒めてるわ、あの中華鍋でね。火がくぐっててね、スモーキー。確かに辛い。唐辛子の辛さだけじゃなくて、ネギの辛さがあるわ。全然ニンニクの芽じゃない。お客さんいっぱいやわ。入ってきた時あんなガラガラやったのに、ほぼ満席になりつつあります。はい、よし、じゃあいよいよ最後やね。
チャーハン行きましょうか。やっぱり台湾の居酒屋来たらチャーハン食べたいでしょ、みんなね。普通大体こういうとこで白ご飯が食べ放題なんやけど、ここないのかな。あ、どうぞ。わかんない、はい、ちょっと時間経っちゃったからね、どうかな。あっさりしてて食べやすくてパラパラしてんの。へえ、見た感じビチャってしてるけどパラパラしてるんやね。おお、よかったよかった。味も美味しい。お、よかったです、よかったです。ちょっと時間経っちゃったからね、撮影しててね、心配やったけど無事に美味しいみたいです。よかったね。これとこれをご飯代わりにさ、このさつまいもの葉っぱとか、さっきのこのエビ卵とかさ、こんなんとか、このガチョウ肉とか食べたら最高やね。じゃあ僕もちょっとチャーハンいただきます。どうかな。じゃあ初めてのここの居酒屋のチャーハンです。いただきます。醤油辛いかな、僕は。なんか醤油多すぎるなってちょっと思っちゃうかな。美味しいけどね、美味しいけど、もっとこう僕はシンプルな、ね、やつが好きなので。まあでもほんま分かりやすい味っちゃ分かりやすい味やから、まあ万人受けするかなって感じかな。はい、今一応一通り全部食べたけど、さやかちゃんどれが良かった、どれが一番よく欲しかった。さやかちゃんはこの柿が一番美味しかったそうです。2番目は、2番目はここのお店の看板メニューのガチョウ肉だそうです。じゃあ3番目、エビ卵ね。おお、これが3番目。普通3位、2位、1位で聞いていくよな。はい、じゃあね、ちょっとゆっくり食べて、食べ終わったらね、そこちょっと夜市になってるんで、まあめっちゃちっちゃい夜市なんですけども、ちょっとだけね歩いてみたいと思います。さあ、じゃあね、ダーパをね持ち帰りにしてもらったんで、じゃあちょっと夜市行こっかね。はい、じゃあ行きましょうか。お腹いっぱいやね。マイダン。マイダン。あ、リマイダン。イガピージョー、イガウロンちゃん。でもビールはどんな種類？シューパーティン。シューパーティン、OK。とウロンちゃん。あ、一杯料。1.1杯数やから1740元やから何ぼやろ。5,513,8500円。8500円。9000ぐらいかな。はい。まあまあまあ、割と高めやね。はい。あ、シェシェ、ありがとう。シェシェ、バイバイ。よし、じゃあ行きましょうか。さあ、というわけでここがちょっとしたちっちゃな夜市になってるけども、何か、え、お腹まだ食べれそう。いや、でもちょっと甘いものとか。あ、いいですね。あ、いけそう、本当。じゃあちょっと歩いてみようか。さあ、まあまあ、なんやろね、そんなに本当にちっちゃいから多分ここまでなんよね。うん、一回ここでなんか団子かなんか食べたな。いつやったかな、覚えてない。ドーファーって食べたことは、おー、危ない、危なかったね今。大丈夫、いいですね。ドーファー食べたことある？あ、あります。豆腐の近くにあって、うん、結構通っちゃってる。あ、そうなんや。じゃあちょっとドーファー屋さん探してみよっか。あるかな、あっちに。多分ね、ドーファー屋さんあったと思うねんな。ここじゃない、ドーファー屋さん、ここ。あ、ドーファーありましたね。よし、じゃあ食べよっか。何味がいい？何がいい？私は落花生がいい。落花生、ファーシェン、ピーナッツのやつね。ピーナッツと、もう一個トッピングできるよ。え？うん。あ、ファーシェンメイヨ。あの、売り切れだって、ファーシェン。じゃあタピオカと、え、これダーホンド？で、ホンド。あ、じゃあ、今あるのはタピオカと金時豆と小豆やって。じゃあちょっと中国語で注文しましょうか。
あ、あ、つめんつ、つめんつ、うん、ここで、ここで食べます。はい。ビンダ？あ、ビンダ。うん、はい。よし、じゃあ、あそこで食べさせてもらいましょうか。ここで、お寺の横で食べさせてもらいます。どうぞ。これが滑らかな豆腐のスイーツ、ドーファーです。50元やって安いな。シェシェ。う、うす？はい、シェシェ。よし、じゃあどうぞ。さあ、これが台湾の伝統的な豆腐のスイーツ、豆花と書いてドーファーです。どうぞ。いただきます。はい。お、いきなりドーファーから行きましたね。どう？しっかりと豆腐の味で、しっかりと豆腐の味で、あの小豆、なんか黒蜜かな、うん、の甘さがしっかりしてて、うん、美味しいです。あ、よかった。あと冷たいからやっぱり氷が入ってて、うん、冷たくて美味しいです、うん、よかったです。大学で食べてるドーファーとどっちが美味しい？こっち？あ、そうなんや。へえ、意外。大学の方は、うん、学生向けだから結構安いのが一番重視されてるから、うん、はいはい、なんて言えばいいの、ここまで豆腐の味をしっかりとしてない。あ、そうなんやね。あと黒蜜がここまで甘くない。ああ、甘さ控えめなんやね。なるほどなるほど。大体こうね、女の子はねドーファーにはまるんよね。大体女性は、まあ、男でもはまるけどね、うん、俺はまっちゃってるけど。ここまで豆腐がデザートとして食べられるのは台湾だけかなって、うん、このドーファーだけだなって。確かにそうやね、うん、うん、日本でもあまり黒蜜かけてとかは食べる機会はなかったです。豆腐にな、うん、そう、うん、その発想なかったよね。こんなに豆腐身近な国やのに日本ね、うん、台湾にやられちゃったな。よかったよかった。大学よりも美味しいって言ってもらえてよかったわ。まあ、俺が作ったわけじゃないけども、はい、よかった。よし、じゃあね、ゆっくり食べて、食べ終わったらね、今日はもう居酒屋さんがメインなんで、居酒屋さんのまとめいきたいと思います。わー、はい、というわけで今回の動画がね、少しでもね役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、グッドボタン押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録10万人ぜひあなたの応援よろしくお願いします。というわけで今回の後ろのね、台湾式居酒屋、日本人の観光客にも大人気のさやかちゃん、三つ星、ゾログルマン、二つ星、一つ星、さあどれ、三つ星、わー、三つ星やって、僕は今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。というわけで今日は視聴者さん参加型 Vlog、 20歳の交換留学生のさやかちゃんでした。どうもありがとう。またねー。